オリックスが25年ぶりのリーグ優勝を果たしました。今季は吉田選手、杉本選手が打線の中心として貢献しました。そんなオリックスに楽しみなスラッガーが加わります。これが関西大の野口選手です。鳴門渦潮時代は最後の夏に甲子園出場、関西学生野球連盟では通算100安打を達成。コロナ禍で1シーズン中止があったなら、この数字は偉大です。そんな野口選手のストーリーや豪快なフルスイングから繰り出す打撃練習などに迫っていきます。最後までお見逃しなく。奈良県出身の野口選手は小学校1年生から野球を始め、バファローズジュニアに選ばれるなど評判が高い選手でした。野口選手は父親の勧めで鳴門渦潮に入学、そして3年生では非常に打撃好調で攻守で大活躍、甲子園出場を決めます。野口選手は最も伸びた時期だと語ります。いや、高3の、夏前に、自分の中ですごく成長したって、一気に伸びたっていう時期があって、まあ、それで自分にも、自信がつきましたし、まあ、それが甲子園出て、甲子園出てるピッチャーからも、打つことができましたし、まあ、全国でも、やっていけるなとは、思いました、ヒット打ったことと、やっぱピッチャーとしてマウンドに大観衆が見てる中で投げれたっていうことは、すごく自分の中では貴重な経験だったかなと思います。関西大に進学した野口選手は1年生春から試合に出場します。スタメン勝ち取って、その結果も、チームの中でも一番いい打率を残せたんで、まあ、その1年の春に関しては、まあ、入学して一番最初だったんで、まあ、しかもフル出場やったと思うんですけど、まあ、それもすごく、僕の中では良かったと思います。さらに野口選手は大学代表の広報合宿に参加します。ここでレベルの高さを強く実感したと言います。1年生の頃の自分にはちょっと、レベルが追いつけすぎてないというか、まあ、本当にそのぐらいのレベルの差をすごく感じることができたんで、まあ、すごく、1年生の頃の代表合宿は、今振り返ってみたらすごくいい勉強にはなりましたし、まあ、その全国の、トップレベルってやっぱあれぐらいやらないといけないなっていう、その見本というか、まあ、自分の中の標準には、ここを目指してやるんだなというふうには、思えたんで、まあ、1年生の代表合宿行けてよかったかなとは思います。いや、もうみんなやっぱ一つ一つのレベルが高いですし、まあ、投手陣もやっぱり150が当たり前の世界だったんで、まあ、ちょっと自分には想像してなかった世界に、まあ、入ったんやなというふうには思いました。また同リーグに近畿大に、現在阪神で活躍する佐藤選手もおりました。佐藤選手の存在は野口選手にとって大きな刺激になったようです。やっぱりすごく憧れの、もう入学した時から、憧れの存在でしたし、やっぱあれだけホームランを打つことはやっぱり自分には、できないので、まあ、タイプが違うんですけど、まあ、本当にその佐藤さんみたいにやっぱり、憧れられるような選手になりたいなと思います。投手の中、野口選手が求めてきたのはフルスイングの中で対応力をどう磨くかを考えてみました。ここで野口選手の豪快な打撃を見ていきましょう。
口選手は後者スイングをしても確実性が高い打撃が特徴です。どんなことを心がけているのでしょうか。やっぱり三振は恐れるというよりかはやっぱりしたらダメだなとは思ってるんで、まあその2ストライクまではしっかり振るという気持ちもありますけど、やっぱり2ストライクになったら考え方も、変えるんで、まあ、三振を恐れないというよりかは自分はその三振ならないようにとは今は、ずっと工夫してやってます。打席の中で、それまでの、形も1打席1打席やっぱ違うんで、まあ、自分の中では、その1打席1打席追い込まれてからはその1打席の中でどうやったかなというふうには考えて次につなげれるようにしてます。質の高さを求めてきた結果、4年生シーズンでは春打率3割8厘、秋打率3割6分1厘をマークし、秋はリーグ優勝を決めました。そうですね、もう絶対優勝したいという思いもありましたし、そのチームのために自分が今何できるかなって強く考えるようになったのも、今季がすごくチームのために動けたかなと思います。そしてドラフト会議ではオリックスバッファローズから2位指名を受けました。また取材日では優勝争いをしている中でしたが、それでもハイレベルなチームに加わることになります。首位を走っているチームなんで、やっぱその内野を守っているっていうことはやっぱりすごくそのレベルが高い選手が集まってこその、首位だと思ってるんで、まあ、やっぱり自分よりは、絶対に実力は上だと思ってるんで、まあでもここから自分は入るまでにその大学4年間やってきたっていう、プライドもあるんで、もう入ってきた入る時には、そういう選手に負けないように、まあ自分はもちろん、開幕1軍で、もちろんスタメンを狙って、やりますし、まあその、負けないように、これからしっかり取り組んでいきたいと思います。野口選手は打撃だけではなく場面でもアピールしたいと思いました。自分は肩が、一番自信あるんで、まあ、肩を生かした、守備と、まあ、その打撃面でもやっぱり自分は、リッドを残せることができるんで、まあ、そういったミート力っていうのをまずは見てもらって、ほんでそれに加えて自分は足も自信があるので、まあ、走行手、三拍子揃って、まあ、すごく高いレベルでいけるということを、その指導者には見てもらいたいなと思います。最後に意気込みを語ってもらいました。プロに行ったらやっぱり、さっきも言いましたように、佐藤さんのようにみんなから憧れられるような、そういった選手に、なりたいなと思いますし、やっぱり、ファンがあってこその、自分だと思ってるんで、まあ、そのファンの、皆さんに、応援してもらえるような、まあ、その見てて、すごく気持ちのいいプレーができるように、まあ、大人でやれるかわからないですけど、まあ、やるならしっかり覚悟を持ってやっていきたいなと思います。野口選手ありがとうございました。関西大は神宮大会出場を目指し、関西各連盟とのトーナメント代表決定戦が11月1日から行われます。ぜひ野口選手の優勝をチェックしていきましょう。